カラマズートランスポーテーションセンターはミシガン州カラマズーノースバーディックストリート459にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。当駅の赤レンガとサガン作りのリチャードソンロマネスク様式の駅舎はミシガンセントラル鉄道の駅として1887年に建てられた。改修後の今日駅は カラマズートランスポーテーションセンターの重要な要素であり、ミシガン州のアムトラックの駅で2番目に旅客が多い。1970年代初頭にカラマズー市はペンセントラル鉄道から駅を購入し、1975年国家歴史登録財に登録された。何十年もの間、カラマズー市はバスの需要は個別の停留所に頼っていた。 1990年代に当駅に交通欠接点を集約する計画が持ち上がった。連邦政府の補助金とミシガン州運輸省の資金によりプロジェクトは設計段階に入ることができた。2004年にカラマズー氏は2つの設計事務所に呼びかけ、建物の歴史的な整合性を確実にするために、建築家が歴史家や地域社会の代表者と協力して歴史的な写真を学び、 新しい機能とカフレ性を統合するために必要な建物の歴史的要素を復元した。設計案は約7000平方メートルの広さを持つ当センターのリチャードソン・ロマネスク様式を行き届かせたデザインであった。プロジェクトの予算は連邦交通局とミシガン州運輸省の1300万ドルの助成金により賄われた。改修工事は2005年5月に着工し、 古典的なスタイルと現代的なニーズを兼ね備えた駅が2006年7月に完成した。バス停はメトロトランジットバスだけでなく中長距離バスのアムトラックスルーウェイモーターコーチインディアントレールズも使用する20台分の乗降場を備えている。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。